その観念を、もう早くも楽しむけどな、僕は。早く出といたら、昨日、相当に進みました。50月で、来るか、ホームラン。というと、網のついたやつが1つで届くだけ。網ですね。明日、あるでしょ。うち、メロンマス。あ、そう。メロンメロンしたらね。体側筋手術もこんなことにね、金曜日だったら体側筋手術体側筋手術毎日体側筋手術もせっかくに見ようかもしれないね。20万円だよ。20万円だよ。ですね。寺坂カンちゃん、元気カンちゃん、ね、元気カンちゃん、thank you.
見えづらいみたいな。だけど、ね、あ、その、すごい日なさいって言うんですよね。見えづらいんです、すごい日なさいよって利用されて冷蔵に入れるという意味ですね。
このな分数に対立する圧力があるという、それをその別音をそのあの何してるか、別音を引きながら D を引いてる。D なんだけどベース音はこれを引いてる。で基本は D なんだけどベース音には A を出す。Thank you.
リリリリこうやって。
なんで、松岡さん、E 弾いてもらっていいですか。何 E、 E、 あ、E、 もう一回弾いてください。F を弾いたら普通の E になるってことですよね。いうだからまた一瞬聞いた。No.
朝になる。流れた
生日雑誌で見かけた写真を頼りに僕らは出かけた。手品で出かけた。夜が身につぶした花が咲き隠した見渡す限り広がったあの空を見よう隣の国まで繋がったあの海を見よう人は全てを忘れてしまった悲しい心を忘れてなかった雨と風、夜と花君が助けてくれたどこまで行ってもついてくる大きな太陽一気を遮る邪魔者は誰もないよ全てを忘れることだと分かった悲しい心で明日に向かった僕らは人の心に誓った歌ってる場合は知りません。大倉大将です。そうです。正解。同じでしょ。頭。毎日毎日僕らは鉄板の一般の。で退屈ばかりに嫌になっちゃう。一緒でしょ。さらば気の毒地図けよそうそれはそれとして燃え上がる胸そばでささやく恋人もうそれはそれとして盛り上がるよね裸のあなたの
準備ちょっとお待ちください。
練習がてら買わせてください。よろしくお願いします。